か、はい、なんか C3406、 C3406 でございます、はい、ちょっと前職は多いのでこんな感じですね、うん、本来何色 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 色かな、うん、の展開なんですけれども、うん、この上の真ん中のオフ×ダークグリーン、オフ×パープル、ネイビー×グリーンが、ちょっとすいません、TikTok の方も、はい、この3色が新色になります。ちょっと実物をお見せしますね。はい、こちらがネイビー×グリーン。はい、そして、もぐちゃん着ておりますのが、オフ×ダークグリーン。はい。はい、そして、私、みーちゃんが着ておりますのが、オフ×パープルの3色が新色になります。なります。では、混ぜていきます。じゃん。1,999円。おお、イエーイ。こんな刻んでたっけ。はい、こちらがちょっとあの今、うん、10分待ちに一瞬なってたんですけれども、はい、再販アイテムなので、うん、もう12時からご購入いただけます。はい、で8月26日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でーす。はい、かわいいねー、新色かわいい。はい、ご紹介します。もう多分皆さん持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、ご紹介させていただくと、まあもうなんとこのお値段なのに生地がすごいしっかりしてて、うん、もうプチプラに見えないもうコラボトップスになっております。はい、はい、まあ、何よりやっぱりこのね折り返しがすごい可愛いですし、今回の新色はダークグリーンで結構深みのグリーンだったり、あのパープルもすごい着やすい、着ていただきやすいパープルになってるので、うん、なんかパーソナルカラーとかもそこまで気にせず、すごいあの取り入れていただきやすいカラーかなと思います。はい、あとこちらねグリーンのかけるネイビーとかも結構あの深みのあるグリーンなので、すごい大人っぽく、あの子供っぽくならず着ていただきやすいトップスだと思います。はい、で一応着用のサイズをお伝えすると、今みーちゃんは S サイズ、はい、着用してて、私は今 M サイズを着用してるのと、あと L サイズもございますので、うん、本当低身長のコラボにはなるんですけど、あの高身長さんでもあの合わせていただきやすいサイズ展開にはなっているので、皆さん楽しんでいただけると思います。はい、まあ、あとはもうねちょっといろいろ言いたいとこがね、たくさん首元とかも本当すっきりだし、後ろはねこのねちょっと V になってたりとかも本当あきこさんのこだわりだったりとか、あと丈感もやっぱ低身長さんの悩みといえば、なんかオーバーサイズすぎると着られてる感が出ちゃったりとか、特にボーダーとかだったら子供っぽくなったりしやすいんですけど、もうこれはね絶妙な丈感で、もちろんアウトで着てもらっても可愛いし、前インとかいろいろスカートももちろん合わせやすかったりとか、ほんと合わせやすいトップスが新色が入荷しますので、入荷してるか、うん、もう再販スタートしてるので、はい、ぜひこの機会にまだ持ってない方はぜひ一着おすすめだと、またあのカラーもね本当にまだいろいろ再販もされているので、ぜひ2着目、3着目とおすすめなトップスになっております。はい、ありがとうございます。はい、あ、パープル可愛すぎ、うん、なんか首当たるのが気になっちゃって、まだ変えてません、うん、あ、ここか、これね、確かに V のところでなんか今っぽい抜き入れしちゃうと若干当たるかもやけど、ね、普通に着てたらそんなことないと思うんやけど、そうですね、肩線合わせると多分ここ、うん、さピタッとはしないので、うん、多分肩線さえ合わせてれば大丈夫やと思います、うん、はい、うん、うん、うん、てててあ、去年みーちゃんがライブした時グリーンまだ買いました。今回グリーンも可愛い、ありがとうございます。今年っぽい気がする。確かに、本当ね、ちょっと画面やったら明るく見えちゃってるかもなんですけど、本当、うん、深みのあるちょっと落ち着いたグリーンになってます。はい。で、あの折った時にね、真っ白じゃなくてここがパープルになってるのがめっちゃ可愛いと思いますか？可愛い。こっちも可愛いよ。あ、そう、そっちはね、何色なんだろうってコメント来てた。そう、こっちはねグリーンです。同じグリーンかな、この同じダークグリーンです、うんうん、ネイビーの方はオールとね、こんな感じです、はい、ですね、うん、うん、前後どっちでも着れるわけではないんですかといただいてるんですが、どうですか。そうですね、前後 2way ではないです。一応タグが、はい、でね、この後ろについてるんですよ。一応 V にはなってるんですけど、仕様的には前後 2way にはなってないのと、うんうん、多分ちょっとやっぱこのタグがね後ろについてるので、この従来のこっちの方を着ていただいた方が綺麗にも着ていただけると思います。はい、うん、はい、あとね、私今ちょっと前後でこうやって動いてて思ったんですけど、確かに立ってる時は当たってる感覚なかったんですけど、うん、こういうなんかこうちょっとコメント言ったりすると、うん、確かにここが首に当たってる感覚はすごい動いてて分かりました、うんうん、なんで対策の仕方というと難しいけど、うん、このやっぱり針がある結構高級感のあるような着てたので、1個言えるとするなら、仕様の
タートル挟むとかかな。あ、確かにちょっと間に挟んでもらうのもいいかもですね、うん、でもうちょっと柔らかい生地感が首に当たるっていう対策の方法が一番いいんじゃないかなとは思いますが、うんうん、もうつどつどこうやってちょっと前に引っ張る感じの気がそうですね、確かにいただけたらなと思います。戻してもらうかな、うん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 、ネーミングリン気になるってね、ちょっとじゃあもぴちゃん来てくる。そうね、好き。じゃあ来てこようかな。そう、ちょっと新色のネイビーグリーンを一緒に着てもらいましていきまーす、はい、よいしょ。バン。あ、ゴールドジェットはどうしても着こなせないですいただいてるんですが、あれかな、首の前に生地がある感じが苦手って感じですかね。やったら私今日ちょっと短めのネックレスをしてしまっているんですけれども、もうちょい長めのこういう V をネックレスで作る感じで着てあげると、あの上から V ネックは好きなんですよね、きっと。なんで V の形をネックレスで作ってあげたりすると、着た時正面で見た時結構すっきりして見えるのでやってみてください。あ、首問題正直に教えてくれてありがとう、とんでもないです。そう、立ってる時はあんま気にならなかったけど、ほら私今こうやってやったりしたらさっきよりやっぱこうなるので、チュールとか中に入れていただいてもいいかもやけど、なんかね、それを抜きにしてもこのパープルのボーダーが可愛すぎるんですよね。あんまなくないですか、パープルのボーダーって。レタスであんまり見たことない気がします。で、なんかおしゃれ上級者さんはパーポーパーポーバッグとかも、あ、かわいい、花ちゃんしてそう、かわいいし、あとね、このバッグがね、今日、よいしょ、新色が追加されるんですけど、パーポーブラウン合わせのやつかわいくないですか。私ちょっとこれ買おうかなと思ってるんですけど、ちょっとライブでちょこちょこ合わせていこうかなと思ってたんですけれども、ね、品番何番やったかな、B の1459、うん、B の1459が今日再販で、このブラウンとの相性バッチシです。あ、かわいい、かわいいですね。いや、いいですよ。いや、私好きですね、このカラー。なんか本当、一見カジュアルになりすぎるって思われがちなこのカラーなんですけど、本当スカートも相性いいですし、やっぱあのサイズ感がね、オーバーすぎないっていうのがあのすごい着やすいポイントかなと思うので、こういうフレアスカートとかとも相性いいので、いろいろコーディネートが組みやすいと思います。はい、あ、もみちゃん似合うって。あ、ありがとうございます。かわいい、めちゃくちゃかわいい、いいですね、かわいい。あ、そのパープル気になりすぎて他の商品でもこの色味出してほしいって。あ、でもいいよね、確かに絶妙ですよね、このパープル。なんだろうな、なんかくすみすぎてない、くすんでないねん。そう、パステルすぎないから、そう、なんかもうさすがっていうか、なんかほんと絶妙なラインを攻めてくれてるなって、うん、かわいい、うん、ただなんか秋っぽいけど、うんうん、あの、でもさっきのモピちゃんの白のスカートとか合わせてあげたら春っぽくも着れるパープルなんですよね、うん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 、そうなんで春も秋も着れるパープル、確かに確かに、1000円台やから、いやでもコスパはめちゃくちゃいい方やと思います、うん、しかも生地もすごい、ちょっと張り感があるのでしっかりしてるので、うん、結構ロングシーズンというかシーズンはまたいで、あの着ていただけるかなと思います、はい、うん、そう、あとね、さっき私がよいしょ、多分ちらっとコメントいただいてたんですけど、うん、このローファーがね、かわいい、の新作なんですが、そうなんです、ぴったりサイズなんです、私に。みーちゃんね、いつも S でもちょっと大きかったりするもんね。そう、うん、ちょっと話されますけど、一回説明させてください、うん、ちょっと質問いただいてたんで、うん、I2481 なんですけど、なんと S、M、L のサイズ展開ではなく22から 0.5 刻みなんかな、うん、で、24.5 まであるローファーなんですよ、はい、でめちゃくちゃワイドパンツと相性よくて、うん、なんか私スニーカーとかこれに合わせちゃうと結構骨格ストレートやから、うんうん、なんかボリューム出すぎちゃうんですけど、ワイドパンツ、これワイドパンツ合わせた時もこれこのとんがってる感じと、ね、かわいい、甲が売れなんか出る感じがめちゃくちゃいい感じなので、うんうんうん、ちょっと見てみてください、ね、めちゃくちゃおすすめやし、あのあきこさんコラボとめっちゃ相性いいです、ね、はい、すみません、ちょっとコメント読みます。ありがとうございます。でもね、せっかくなんでこのサイズ感とかはね、今日発売から、そうそうそう、私もちょっと他にもシルバーとあの ブラックのサンプルであるので、うん、ちょっと後で私も入ってみます。22.5、私はごめんなさい、22.0 を着用してます、はい、はい、あ、SML じゃないから助かります。22あるのことさんあるんですよ、そう
プル1個しかなくって、うん、私が今22のブラウンを履いてるんですけど、普段 21.5 から22を着用してるので、私は結構普段サイズかなと思います、うんうん、ちょっと先尖ってるからね。そうね、なんともやけど、うん、あのスタッフコメントとかもよかったら見てみてくださいっていうのと、もみちゃんにも後で履いてもらいます。はい、履いてみます。はい、あ、え、めっちゃいいじゃん。あ、やっぱコンパスめっちゃ人気やな。ねえ、うんうん、なんかね、秋になるとしかなんかちょっと靴下合わせとかして、ちょっとあのいいお時間を出しても可愛いと思う。はい、2481です。はい。はい、ボーダーにジレは合いますか？合います。絶対合う。私してくるわ。あ、ありがとうございます。じゃあちょっとみーちゃんにしてみてもらおうと思います。はい。うん。じゃあちょっと下行きますね。あ、幅広でも大丈夫そうでしょうか。あー、さっきのパンプスですよね。結構どちらかというとスリムな形なので、もしかしたら幅広さを痛く感じる方もいらっしゃるかもしれないが、硬くはないですね。まだ柔らかい方かなと思うんですけど、結構ここがコンパクトというかスリムなので、もしかしたら幅広さはもしかしたらあの感じる方もいらっしゃるかもしれないです。はい、です。モッチャのスカートも販売されてますか？販売されてると思います。品番はね、少々お待ち、少々お待ちを。品番は、うん、買ってなかった。品番がなかった。ちょっと後で調べてみます。みーちゃん帰ってきたら少々お待ちください。ごめん、品番がなかったです。失礼しました。あ、もっちゃんは S と M どっち買いますかっていただいてるんですが、私はね、今トップス M をしてるんですけど、 M を買うと思います。 S でも全然いけました。ただ私やっぱこうやってね、このあきこさんトップスはこの折り返しのカラーを見せるのが可愛いと思うので、あの折ってきたいんですけど。わかる。そう、ちょっと S だったら全然サイズ感的には問題なかったんですけど、若干ここは短く感じたので、私は購入するなら S サイズを購入すると思います。はい、S サイズ？あ、間違った M です、 M です、間違えました。今着用する M サイズを購入します。はい、うん、あ、スカート満員しないとどんな感じか見たいです。 OK です。こんな感じです。あえてね、ゆるっとしてもらっても、ちょっとごめんなさい、ここがくちゃっとなっちゃってるんだが、あえてゆるっとしていただいても可愛いと思いますよ。こんな感じで、満員しなくても、ね、丈感的にはあのオーバーすぎずコンパクトなサイズ感にはなっているので、はい、で満員しなくても大丈夫だと思います。うん、ちょっと戻りますね。アスカードは、ね、全然ウエスト大丈夫です。ちょうどって感じ、きつくもなく緩くもなくって感じです。ネイビー×グリーンは白以外に、白以外なら何色に合うかな。あー、まあ、もちろん黒とかもいいし、それこそ新色のチャポール、あ、これか、どっちか、チャポールとかと合わせてもらっても可愛いと思いますし、それこそベージュでも可愛いと思います。ダブリューそうだね、私が確かに逆につけたから新しいサイズを生み出してしまった、失礼しました。うん、かな、そんな感じかなと思います。はい、はい、あとパンポーにジレを合わせてきます。合いますね。そしてこのジレちゃんと、あ、もう色してる、ちょっと待って撮るわいいじゃん、ちょっと尻尾が生えてた。これね、ちょっと新しいやつやから、ジレこれ再販なんです。そうそう、再販で、ちょっと待ってね、ごめんよ。オッケー、ありがとうオッケー。ジレね、 K1122 です。ありがとうございます。 K1122 です。はい、はい、で、さっき言ってた M3497 の今日再販で、これ同生地、うん、のやつなんで、セットアップで着れるんですけど、中にパープルのボーダーを入れるのめっちゃ可愛い。あとパープル、さっき子供っぽくならないですかっていただいてたんですが、うん、こういうちょっとかっこいい系のジレというか、うん、可愛くなりすぎない、うん、フリルとかなんか襟とかついてない、こういうスッキリしたジレ合わせてあげると結構かっこよくなるんじゃないでしょうか。ね、そうね、めっちゃかっこいい、おしゃれ、うん、あ、グリーンネイビー韓国っぽさ感じるの私だけかなって。あー、確かに着てそう。確かに、それこそこれにショーパン合わせとかしたら、うん、より韓国感が、それにサイドゴアとかでしたらめっちゃ韓国感あふれますね、うん、だからかな、私すごい惹かれるのはこのネイビー×グリーンに、韓国のアイドルとか着てそう確かに、あ、私 S 取れてた、ごめんなさい、パープルのね、あ、ずっと着用してます。はい、みーちゃんは S サイズです。あ、み
兄ちゃんの格好そのまま真似したい。ありがとうございます。可愛いよね。あの全部今日発売です。ちょっとロングブーツだけまだかもしれんけど、ね、あのこの3つは今日再販なので、うん、見てみてください。はい、あ、今日発売のカーディ合わせも見たいですって。あ、じゃあ、オッケーです。それお願いしようか。そうね、じゃあカーディ合わせしてこようかな。お願いします。してないよ、着てこようかな。じゃあ、あ、そうだね、うん、オッケーです。なんかマッシュローズとかも可愛い気するねんな。確かに新色だけ合わせてるんですけど、ちょっと待って、一瞬限るね。はい、オーダーもあるんですけど、こういう無地のやつも実はあります。なんでニットベスト合わせて着たいとかっていう方も合わせやすいし、あの結構白は透けるけど、やっぱり生地がしっかりしてるので、ほらこんな感じで手のひらいてもあんま透けづらいので、白とかも使いやすいんじゃないでしょうか。じゃあ白で、うんうん、そうしてみよう。ほい。あ、ぜひとごちそうさまでも、ありがとうございます。嬉しいです。みーちゃん、そのままのコーデでパンツスタイルできますか。ちょっと待ってください。あの、私がさっきやこれ、あ、ちょっとやめた、合わせるだけでもいいですか、ね、ごめんなさい。こんな感じでちょっとダークトーンのパンツ合わせてあげたりとか、あとはね、ちょっと待ってください、サミクラのデニムも持ってるから。いいよ、ごめんなさい。いいじゃん、ショーパン苦手な方はこんな感じで中にブラック系のデニムを入れてあげても可愛いと思います。さらに大人っぽくなる。これに黒ブーツ持ってあげて、私はね、パープルのバッグを持ちたい。あ、パープルにパープルのバッグめっちゃ可愛いな。合ってる、可愛い。あ、ジレとかファーベスト着るならコーダより無地ですか。そんなことないと思います。どっちでも合う。私今ボーダーに字で合わせてますけど、めちゃくちゃ可愛いと思いますよ。でも白はもう結構定番で使いやすいかな。でも秋に着たいトップスも秋気分やなっていう方は今日の新色をおすすめします。あ、どなたかがコメントしてた、ファーベスト合わせ絶対可愛いって。ファーベストね、前ももちゃんとライブを出てたやつはね、伊豆シーノやんね。あ、そうなんです。そう、やってもらいました。そう、一色だけ残ってた気がする。あ、そうなん。そう、かわいい。はい、2人ともショーパン。そう、ショーパンで、これあのあきこさんの、あのこれはね、新色とかじゃないんですけど、うん、無地を合わせてきましたが、合うね。無地かわいいな、やっぱり、うん、かわいい。なんか質感がさ、うん、めっちゃ高見えるから、あんまり使いやすい。なんかロゴティーとかになると可愛いんですけど、ちょっとやっぱカジュアル感がすごい増しちゃうんですけど。確かに可愛い。しかも結構こう今日のこのカーデはあのボリューム袖なので全然ボアつかずに着やすいので、あのもちろんなんかボーダーとかに変えていただいても可愛いし、うん、合います。合、はい、います。可愛いです。うん、そう、あ、ショーパン可愛いって。もう2人ともさ、ショーパン履いてるから、さっきショーパン、あ、じゃあでもあきこさんからさっきあきこさんから。あ、そうね、と、うん、秋のもぴちゃんね、ちょっとね、もう秋ですね、本当にですね、本当に長袖が着たいです。あ、カーディガン、その色かわいいって。うん、かわいいです。次の次紹介するのが楽しみにしてください。よし、じゃあ次、あきこさんのパンツもあるので、うん、着替えてきます。はい、ありがとうございます。じゃあ後ほどもぴも着替えに行こうと思います。うん、ね、このカーディガン可愛いですよね。カラバリもブルー、あ、個人的に結構ブルーもおすすめだったりとか、でも合わせやすいあの白と黒もありますし、パープルもめちゃめちゃ可愛いのでお楽しみにしててください。はい、あ、もうみーもっちゃんのブーツはレタスっていただいてるんですか。そうです。私のね、ごめんなさい、ちょっと品番がね、サンプルルームから引っ張り出してきたやつなんで、うん、そうなんです、わかんない。でも多分今後発売のやつかなと思います。多分まだ情報は出てないかもしれないです。すみません、パープルカーで合わせてほしいって着てたの。かわいい。今めっちゃ双子。ほんまや。え、めっちゃよくないの。かわいい。かわいい。いいよ。なんかさ、これカラバリ多いからメンバーカラーとかでライブ行ってほしい。あ、確かに。青もあるし。確かに確かに。ほんまや。かわいい。いいですね。え、めっちゃいい。このコーデ おすすめ。ぜひマネキン買いしてほしいですね、これは。かわいい。かわいいです。かわいいです。
いいですよ。やってきます。ありがとう。ぜひおすすめです。このカーディガンでは。うん、ねパープルかけるパープルも可愛いでね。めっちゃ可愛いですね。うんうんうん。うーんみーちゃんはパープル推しなのかなって。パープル結構好きですね。うん、いやみーちゃん似合ってた。ほんまに。うん。さあ。みーちゃんパープル推しでございます。はい。うん。あ、年からじゃあ私はブルーやなんで、そうですね、もうブルーもございますので、これからの時期のライブはぜひ来ていただきたいですね。うんうん、あ、TikTok もありがとうございます。うん、あ、ジレ黒以外合わせてほしいですっていただいてるので、もう一色あるので、じゃあちょっと他のアイテムの時とかにあの合わせてみようかなと思います。そう、黒とね、もう一色しかね、シャンプーがないんですよね。そうなんです、ね、モカと2色だけで、またあの他のライブで合わせてみます、うん、ライブちょっと。他のコーデの時に合わせてみますね。モッチャーはねトップスこれですね。ネイビー×グリーンが推しでございます。はい。あ、新色の長ズボンみたいです。オッケーです。今からねあのご紹介するのでもう少々だけお待ちください。はい、新色めっちゃ可愛いですよね。グリーンとチャコール。あの既存カラーも用意してるので、あの他のトップスとかのご紹介の時にも合わせていこうと思います。